僕たちは何を一番恐れる。新しい一歩を踏み出すこと、誰も口に出せなかった新しい言葉を発すること、何か新しく行動しようとすればそこには恐怖がつきまとう。僕は鍵をこじ開けられるのは自分だけだ。できるだろう。今なら目を見開き耳を澄ませ、どんな些細なことも見逃すな。そしてやるんだ。始めよう。ラストリングです。学生です。覚えてるよ。それがまた来ます。これは珍しい。売中が逆に金払ってる。ゲスターだてめえ。金返してもらってやがるんだ。立たせてもらえなかったよな。旦那方確かに娘は娼婦です。お耳に入った通り。金なら持ってないよ。よくわかります。残念ながらお役に立てません。私もカラスケツでして。物乞いなら時間の無駄だ。物乞い。一日前まで私は陛下に仕える財務省の名誉参議でした。仕事のあたり飲みに行くと成り行きではしごすることになりまして、橋け舟の上で一夜過ごした後、上着を追った人々と交換していました。祈り毎晩そう。リザベートまだいた。この子たち飢えてんの。恥ずかしくない？あんたこんな男と飲んでたから出てって。さあ出てって。ジルブル中語。これで全部です。役立ってるんですかね。でももちろん語学を勉強しに行かせていただいたんですけれども、やっぱ語学って尽きないんだなってとことん思った稽古、舞台稽古中でしたね。やっぱり半分ぐらいは分かる、まあ、6割ぐらい、まあ、もうちょっと7って言っとこうかなぐらいは大体分かった。いやいや本当7割ぐらいしか分からなかったりとかするんですけども、でも、うん、やっぱり直接本人の口から演出を受けて理解ができる、少し理解ができるようになったっていうことは、やっぱ自分にとってもいい経験になったなというふうに思いますし、でもかつやっぱ分からないところとかはもっともっと語学って広くって深くって一生終わらない勉強なんだなということも思わされましたし、それ以上にそのステージに立つっていうことはまた語学とは違って違う勉強、人生勉強というか、もっと違う視点からのなんか、まあ、俳優としてステージに立つっていうことをもっともっと教わったような気がします。今回結構ちょうど中盤あたりですかね、演出家の求めること、そしてその役を構築するにあたってのそのメソッドを試している最中に、なかなかこううまくできない瞬間があったんです。で彼女はそこで感極まってしまった時があって、でその時僕ももちろんそうなんですけど、皆さん思ったことがあって、きっとこんなにまっすぐに向き合う方なんだっていうふうに思ったんです。悔しかったら感極まるし、だからこの彼女の悔しいって思いだったりとか、そのやる気になんかこうみんなそのカンパニー全体がその時すごくこう前を向いて、彼女も頑張ってるんだから僕たちも頑張らなきゃいけないっていう風に思わせてくれたんですね。だからなんかこう素敵な本当に方だなっていう風には思いました。ちょっとそんな
恥ずかしいですね。そのいやもうでも本当だよ。はい、本当にそうだったんですね。まっすぐな人なんだっていうふうにはカンパニーがそんな思いましたよね、あの時。勝村さん思ってないですよね。なんかこう忘れてしまっていたこととか、自分がやるべきこと、やらなきゃいけないこととかを忘れてしまって、どうやって進めばいいんだろうっていうふうに立ち止まったんですよね。その時にもうどうしても悔しくて悔しくての一歩が出なかったので、はぁと思ってた時に、まあ三浦さんがこうポッと紙をメモを渡して、メモ、いや恥ずかしいこと言われたから恥ずかしいこと言い返そうと思って、メモをポッとくれて、でもその時にそれをなんか書いてあるの分かんなと思ったんですけど、それを読んでしまったらもう多分もうグワーってなって崩れ落ちちゃうと思ったので、今そんなのを渡さないで後で読みますって言って、後で読んだらなんか素敵な一緒に頑張ろうっていう風に、味方だよっていう風に言ってくれて、あ、このやっぱ三浦さんがまっすぐに突き進んで、みんなにちゃんともう膨大なセリフがあるし、ずっと動いてるし、もう出てないシーンがほとんどないんですよね。もうやることがたくさんある中でもみんなのことをもうしっかり見てくれていて、みんなに声をかけてくれていたりとかするので、本当に頼れるし、信じて千秋楽までやろうっていうふうに思わせていただきました。